二宮秀明は日本の実業家、三菱ロジスネクスト取締役会長や日本産業車両協会会長などを歴任した、東京都八王子市出身、東京都立立川高等学校を経て、1974年、一橋大学社会学部卒業、三菱重工業入社、2002年三菱重工業汎用機、特社事業本部経営管理総括部長、 2003年三菱重工業汎用機特社事業本部副事業部長2003年三菱キャタピラーフォークリフトアメリカ社代表取締役社長2007年三菱重工業執行役員2009年日湯顧問同年日湯専務取締役2010年日湯管理本部担当管理本部長2011年日湯代表取締役社長 2013年に中三菱フォークリフト代表取締役社長2015年に中三菱フォークリフト代表取締役社長 CEO2016 年には産業革新機構からユニキャリアホールディングスを買収して河川化が進むフォークリフト業界で世界3位のグループとして営業強化を進め 2017年にはユニキャリア代表取締役社長 CEO、三菱ロジスネクスト取締役会長を兼務。2019年日本産業車両協会会長。2020年三菱ロジスネクストシニアアドバイザー。京都工業会場無理事、京都商工会議所議員なども務めた。日油社長に、 二宮市日本経済新聞2011年5月12日21時37分二宮秀明 ABC 第118期有価証券報告書日宇三菱フォークリフト世界3位の規模を生かす日宇三菱などユニキャリア買収日本経済新聞2016年4月7日6時ユニキャリア売却の波紋フォークリフト業界再編の真相レポートを株主の 三河機構の思惑に、メーカーのパワーゲームが絡み合う、日韓工業新聞2015年6月29日、第117期有価証券報告書、日三菱フォークリフト日本産業車両協会、会長に、三菱ロジス二宮氏、ロジスティックストゥデイ2019年6月26日、人事三菱ロジスネクスト産経新聞2020年2月7日、 会員及び公演日比ビジネスグループ役員のご紹介京都工業会役員議員一覧京都商工会議所。ありがとうございます。